お家でトレーニングしてますか、ね、あんまりお家でできてないという方はぜひこの動画を見ながらね一緒にやってもらえたらなと思います。今日は私のレッスンでもやってるお腹、お尻、太ももを使ったバランスのトレーニングを紹介していきます。ダンスだけじゃなくてね、バランスっていうのはどんなスポーツにもとても役に立つと思うのでぜひチャレンジしてください。きつい方は短くてもいいです。逆にもっといける方はもっと長くやってもらっても構いませんので、マイペースでできるだけ続けてもらえたらなと思います。ぜひお父さんお母さんも一緒にやってください。では早速始めていきます。 Let's go。 はい、では始めていきます。真似してみてください。足は膝と膝をしっかり閉じて90度ここ平らにしていきます。では前習い、これでキープをしていくだけです。できればつま先ポイント、首も長くなるべく揺れないように、息は止めないように呼吸を続けましょう。チャレンジ、腕を付け根からパタパタさせます。腕が動いても体が動かないようにキープキープ。 OK、 腕を止めて今度は足をパタパタ、膝は締めたままつま先はポイントでチャレンジ。腕も足も一緒に、はい、頑張れ。ストップ。腕を横に足を伸ばします。 V 字、さらにチャレンジ、手を胸の前で待って床すれすれ、自分のいけるとこまででいいです。おへそを見る、背中を丸める、もうちょっといける。いける方はこのままもう1セット同じことやっていきましょう。キープ、ホップ。膝自然に開いてきちゃうと思うのでギューッと内ももに力を入れて、腕パタパタ、オッケー。腕を止めて次は足、つま先はポイント、いいですか。ほっ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 、はい、腕も一緒に、イエーイ。ストップ。腕を伸ばして V 字チャレンジ、つま先までピッ、いきますよ。自分のできるとこまででいいですからね。もう一回最初から巻き戻してもう1セットぐらいやってもいいです。頑張ってみてください。はい、次バランスやっていきます。足はパス、つま先ポイントで膝の横、太ももは平らにしたら手は胸の前、ハーフティーです。前を見て首を長く、軸の膝はなるべく伸ばしてください。はい、手を横にしたらつま先ポイントのまま足を前に、はい、足を横に、お尻が開かないように注意しましょう。斜め前くらいでいいです。はい、そのまま手を前にして足を後ろ、できれば背中床と平行になるところまでチャレンジです。我慢我慢我慢、足の力よりもお腹の力意識してください。あと10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、 OK。 反対もいきましょう。パス、は
べくフラフラしない、お腹を締めて母子球で床を押す。
今日のトレーニングはこれで終わりです。皆さんも